ガオシャ、ザ・セカンド・ストーリー R。 はい、そんなわけでスター・オーシャンの2のリメイクをね、遊んでいきましょう。遥かなる星の旅へ、行きましょう。ということで、まずは嫌な言い方したわ。なんだスペシャルです。ドラグムービー、アルミションムービー、わわわわ、オリジナルサプチュー PM。 なるほど、いろいろあるみたいですね。アレンジでいくか。まあ、スターオーシャン2のね、スカンドストーリーのリメイクということで、1というか、オリジナル版はね、小学校の時ぐらいにしかやってなくて、何も覚えてないんだよね。ディアスぐらいしか覚えてないんだよね。負けるわけにはとか言って、ディアスっつって、覚えてるのしかないんだよね。カメラシェイクだと、カメラシェイクは酔うんじゃねえのか。画面振動して歪みにしよう。はい、さあ行きますか。とりあえずさっき、まあ何もさず見てたんだけど、プロローグムービーあるなと思って、先にこっち見ましょうか。はいはいはい、同じっす。スターオーシャン、めちゃめちゃ楽しみ。リメイクだけど、そのワンというか、オリジナルの時の質感をね、保ってるというか。まあ、でも完全に 3D にしてもいいと思ったんだけどね。もう、俺このシーンが何かもわかんないもん。だいぶ忘れてた。スクエアエニックスプレゼンツ、読ませていただきやすて。読めねえんだよな。トライエス。オリジナルバージョンクリエイティバイ。ああ、そっか。オリジナルバージョンね。歩きに行ってばい、やめろ、ごめん、もう呼べ。そうね、トライエースが、もう、なくなっちゃうというか、スクエニだからね。そういうことだっけ？まあいいや。いやー、でも、グラフィックの違いはとんでもないこと。とんでもないと思うぞ。なんか音ちっちゃ、俺の耳には音ちっちゃく見えるんだけど。SD-366。 何の略だって。ベースっけ。ねえ、いつ人類はね、このこんな風に宇宙に飛び立つ時が来るんかね。地球だけの資源じゃね、こんな資源持っていけないでしょと思うわ。まあ、いかに早くその宇宙でね、こういうものを作れる場所を作るかってことだよね。飛行船宇宙船の。で、地上から毎回飛ばしてるのは非常に辛いでしょ。重力に捕まっちゃって。まあ月面基地とかありますけど、それが俺らが生きてる時に、あ、俺いいな。ね、このハイパーワープシステムみたいな。おい、うお、眩しい。おい、サウシル、ザ・セカンド・ストーリー、アール、ウル、アール、アール。はい、お遊びはここまでして、早速行きましょう。ここまで8分使ってます。ここで、何しとんねん。じゃあ、やっていきましょう。今回はですね、クロードとレナー、あれ前もだっけ、いや違えよな、主人公2人を選べるらしいんですね。あ、このドットっぽい感じ、オリジナルですね。まあエレナー選んでもいいんだけど、全てを思い出す先にやっぱクロードからやらないというのは、これもう取り返しきらないらしいですね。今回のゲームはですね、ゲームのやり方というか、ボイスタイプなんだ、 SE、負けられないんだ。まあまあだ。敵だ。負けられないんだ。まあまあだね。ああ、オリジナル版か。敵だ。まあ、せっかくならもうこのまま行こうか。難易度ギャラクシー。本格的にやりがいがある。ユニバース。アース。アース。ース。Repeat after me. アース。スじゃない。ス。
あー、BGM アレンジだな。土地はいるでしょうよ。まあ、今回は、完全に、何も分からずに進むというよりも、それなりにね、ちょっと予習しながら、進んでいきます。まあ、話は全然知らないままで。だから、まあ、なるべく後悔しないように行きたいので、そこら辺は、ちょっと、つまらない、手詰まらないように頑張ります。プレイステーション5で遊んでいきましょう。もうワープしてきた。これす、すごい感性期間。異国の人間の様々な夢を受け止め、はあ、その上でさらに無限の可能性を見せつけていた。無限の彼方へ。そこには数え切れないほどの夢が広がっている。はあ、無論その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された、うん、惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦に宣戦布告し、激しい戦乱の、やだね、結局ね、地球を統一しても外で結局戦争起きるんだから。戦艦カルナスに勝利に導き、誰栄誉指揮賞を受賞する。親父が、クロードの親父が、スターオーシャン1の主人公だよね。これ。左側、親父だよな、クロードの。レゾニアを背後で操っていた、惑星ファーゲットの指導者。ワン、どうしたっけ、リメイクあったよな。俺、途中でやめた気する。その功績を称えられ、38歳で、若。異例の若さで提督に昇格する。年取ったな。そんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。過去形？銀河連邦の士官というのが立派な職業だっていうことも分かっている。でも僕は僕だ。僕は僕だ。銀河連邦の英雄ロニキス・ジェイ・ケニー提督の息子というだけの人形だ。なるほど。そうだ、肩書きの肩書きある自分って嫌だよな。僕は今自分が成し得たわけじゃない肩書き。きれい、きれいだけどなんかキャラクターに違和感。効果前に調査した結果と何か違う結果が出たか。渋親父渋。動けねえのこれ。倍速とかやめろ。相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ています。なんで住人みたいな名前つけてんな。うん。ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。何言ってるんだ。そうだな。フィールドから放出している電磁波をスペクトル分析にかけてみろ。おう。クロード、お前もすでに勝利だ。もし戦闘に19歳だっけ。これでみんなを守ってやれ。はい。あ、それ全然俺さっきキャラクター紹介全然聞いてなかった。ピスタザフェイズガンが使用可能よ。早速。緊張しているのか。うん。いえ、そういうわけでは。いえ、そういうわけでは。腹が痛いんです。クロード、これ式のことで怯えているのか。寒いな。脅威ともあろうものがそんなことでどうする。知らんがな。いえ。そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことができる。めたい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 。なんだフェイス必殺技ボタンって。なんだ、何の話をしてるんだ親父。父さん、何の話をしてるんだい。提督、ダメです。データベースの中のどれとも類似しません。無線で連絡しろ。そうか、よし、もう少し接近することにするぞ。なんかせめてなんか、なんでみんなこんな無防備だ。防護めちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。まあ忖度なしで言うならキャラクターも全然これに合わせてよかったんじゃねえか。オリジナルっぽくせんくてよかったんじゃねえって思うわ。誰が何のためにこんなものを。知るんかな、一体何があるというのだ。見えなかったのか上から。とりあえずこのドーム入り口を調べてみましょう。そうだな、全員で周辺の調査を行うことにするか。なんだろう、すげえ突っ込みたくなってくるわ。すげえガバガバじゃねえって思って。身の安全が最重要事項だ。誰も武器持ってないしさ。あ、まあでも未来だからなんか武器っぽい武器はないのかもしれない。
まあ、フェイズガンを手に入れたからな。キャラクターの移動、キャンプメニュー、もろもろ。ミニマップ。ミニマップ大事。なるほど。プライベートアクションっていうのが、まあ、それぞれ固有の、なんだろう、小さいイベントみたいなものがあるっぽいしね。サブイベントではない。プライベートな。まあ、これによって、まあ、仲間との、まあ、イベントですね。があって、これがなんか分岐、エンディングに影響するとか、なんとか、かんとか。あるみたいですね。やっぱ予習しとるの大事だわ、こういうのは。いいね、これ、あったけどすげえ違和感ある。なんだろうな。ショイ殿、それにしても大きいドムですね。どうしたら開くのでしょうか。チチンプイプイ。え？どこかにスイッチがセンサーとかありそうなものですが。宇宙歴になってもお前らセンサーとかスイッチとか言ってんの？男は黙って、生体認証。なんだかセンサーが、それもセンサーか。なんだかこの扉を開く方法がないものか。ないない。クロード、お前もこの周辺を調べてみてくれ。知らんがな。これだろ。父ちゃん、帰る。俺、帰っていい？見えない壁が俺を。いや、これは俺の意志か。みんな何しなふりしてんの？ここだろ。泣くね。びっくりすんな。提督。トースター提督、ギブベーター。どうした、クロード？そこは提督、トーさん、つえや。なんだ、こんなところに。多分、制御装置の一種だと思われます。このドームの入り口を開くパネルになっている可能性があるかもしれません。言い切れ。さすがだな、クロード。寒いな。どうだ、このパネルの解析は可能か？少し時間をいただければなんとか。すごいなお前、何も見ずにそんなことわかんの。ダメじゃねえか。まあ、解析っていうかお前デタラメに押してんじゃねえの。開いたし。お前すごい。なかなかにちょっと年季を感じるね。身構えなくていいのか。これいつ飛ぶんだっけ。開きました。前に立つな、危ねえ。内部の様子は。そっから見えるか。入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部に入るしかないようです。全員で入るなよ。よし、内部の探索を開始する。全員で入るなよ。必ず連絡がかかるが外に置いとけ。各自注意を怠るな。時間も決めとけ。全員で入んな。ショイ殿、噴火にあるセンサーらしきものなんでしょうか。お前すごいな、そこから見えんの。俺には何も見えないぞ。内部からものすごい力で爆発した感じがありますね。こんな小惑星で一体何だろう。クロード、どうした。今は目の前の装置について解析中だ。お前は他のところを頼む。やだな。あまり近寄らないでください。まだあの装置の正体が分かってないんです。にしてお前ら本当に、なんか防護服も何も着てねえんだから生身で来てるよ。他に探すとこねえんだよ。いい気になって近寄るな、クロード。はい。あの装置の正体を確認してからだ。いい気になってないがな。うるせえよ。大丈夫です。心配はいりませんよ。それはおかしいだろ。心配はあるだろ。あの装置が何なのかすら分かってません。むやみに近寄らないでください。フラグ。クロード、戻ってこい。こう中二心をくすぐるよね、こういうなんか始まり方ってさ。ダメだって言われたなんかこういう未知の存在に引き寄せられているって。何もできないじゃないか。怖がらないために時間が必要だっつってんだから。やっぱり危険なものは何もなさそうですけど。座標214368971ゲート。早く帰って、これ喋ってないんだよ。帰ってこい。なんだなんだちゃうねん。早く帰ってこい。やべ、走るぞ、全速力で。踊んな、ゴール決めた後の踊りすな。消えた。クロード。もやじ、さすが焦る。提督、危険です。
なんか親父全然なんか私のせいだ。子供の時やってる時なんか親父結構なんか堅物してさ、でだからクロードがなんか反抗心からなんか勝手に突っ込んじゃってみたいな感じだったと思ってたんだけど、全然なんか親父じゃんっていう話。まあこの空間移動もさ、ワームホール理論なのか、それとも一回体を全部分解してその転送先で再構築させるっていうやつだったとしたら、俺はそっちは嫌なんだよな。再構築されるって嫌じゃない？もう俺じゃないじゃん。失敗したらもうボロボロよ。土くれになってグロ。だからワームホール理論の方がいいんだよな。そうだ、ミロキニアのダンサーを、そして光に包まれて、ここはどこでしょう。まあほとんど覚えてないから全然新鮮に楽しめるね。風景だけが綺麗なんだよな。なんか 3D っぽく作ってもよかったんじゃねえかな、キャラクター。こう、まあこのデザインはこれにしてさ。ここどこだ、ここは。父さん、みんな聞こえるか。そうだ、通信機。うえ、もしもし。ダメだ、反応がない。なんでないね。どこかに飛ばされたのか。くそ、理解が早いな。ここでじっとしていても仕方がない。とにかくここがどこか確認しなきゃ。うえ、まだ俺は動けないのか。この雰囲気からして未開惑星なのかもしれないな。なるほどね、未開惑星ね。このワード大事だね。ここなんだ。人だ。あ、もう危ない、後ろ危ない後ろ。おい、人を見た目で判断すんな。わからんぞ。未開惑星かもしれないって、もし後ろがねちゃんとした知的生命体だったらどうすんの。超理性的な、なあ、勝手な判断は良くないと思うよ。かー、強そう。え、ちゃうわ、右見ろ、右、遅い判断が。猫魂すな、猫魂すな。助けなきゃ。俺も行くぞ。すごいな、お前額で受け止めた。どうすりゃいいんだ。え、こんだけだ。なんだお前、すごいな。拳を刀に。全然効いてねえぞ。これしかねえんだろ。外すな。僕らの勝ちだな。一人なのよ、僕らは一人なのよ。レベルアップしろ。よーし。お前レベル1でよく勝利まで上り詰めたな。なんとか間に合ったな。引いてるよ、ほら。とっさにフェーズガンを。しまった、軽率だった。とっさどころじゃなかったけど何発も撃ったわ。言葉はどうすんだ。出た、未開惑星保護条約、勝手に干渉しないみたいな。でも、ああしなかったらこの人は救えなかった。でも本来お前が来ないことで、来ない、え、来る予定ではなかったんだから、これが自然の摂理だったんじゃねえのか。喋れるんかい。大丈夫だったかい。でも顔こんな感じだったっけ。危ないところだったね。リミック版なのかな。ところでちょっと聞きたいんだけど。何喋れんの。おい、ちょっと待って。同時翻訳ツールみたいなのあるんだっけ。もう頭はかかんな。さあ
まあ、基本的にはあのビックリマークに向かうっていうのが常識っぽいですね。いやあんまりあの敵さ、おっと色いっぱいある。紫色は貴重品、金色バクター、銀通常、赤色その他、トゲ付き。なんでなんでトゲ付き敵出んの、掘る感じだね。もっとダッシュできねえか、奇跡のダッシュできねえか、ダメか、ダメか。聞いた。まだマップというかメニューが開けないな。いや探索しちゃうよこれは。あぶない、まずこっち、ビックリマークの逆行く。これが鉄則よ、ゲームの RPG というルールセロップ。平和だなお前。なんで宝箱にシルバー入ってんだよ、疑え。迷ってんじゃねえか。おし、俺が今背後、あ、よかった、待っていてくれたんだね。え、そうなん、えらいポジティブだな。すみません、逃げたりして。え、いや、そのこんな声だっけ、オリジナル版、あ、リメイク版だからかな。突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって。俺も怖かった。告白されたみたいに言うな告白したみたいに言うな。はい、少しやべやべやべ、なんか告白したって考えたらこのセリフ少し面白くなってきた。助けていただいたのに全く違和感ない。あ、助けていただいた言っちゃった、違和感って。いいんだよ別に、それにこうして待っててくれたじゃない。やめろや、告白みたいに言うな。あ、申し遅れました、私はレナ、レナ・ランフォードと言います。ランフォード。あ、僕はクロード、クロード・シー・ケニーです、よろしく。頭をかくなよろしくお願いします。あ、服装についてツッコむろ。クロードさん、さっき何か言いかけてましたけど。そうですっけ。あ、そうそう、大したことじゃないんだけどさ。じゃあ言うな。ここってどこなのかな。もっと考えて言え。さまついていくんかい。旅の方なんですか。ああ、あの旅ということにすれば、ここはどっかわからんというのは、まあ、まあいいか。にしては軽装だな。地球です、ずっと遠いところだよ。地球からなんだ。地球、地球どこですか。それは王様戦隊キングオージャーの。わからないよな普通。お前どんどんなんかな、なんか言っちゃいけないこと言ってねえか。ね、クロード、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ、ここからは多分ものすごく。でしょうね。遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ、うん、すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか。まあね、そうなるかな。大変な旅ですね。これ立ち話すな、早く行こう。聞いてくれと、俺の話を。倍速ってあるんだ。見えましたね、町が、村かな。いいね、こう自然と共生してる感じの。この橋の向こうがアーリアです。アーリア大陸だと。走んな。まあやっぱりこう子供の時は思ってたけど、クロードパンツ履いてるよな。助けていただいたお礼もしたいですし。いや、シャツが出てるだけなんだろうけどね、この黒シャツが。大したことはしてないんだから。どうしても黒パン履いてんだよな。とにかく気にしないでください、ね。話聞いてなかった。大したおもてなしはできませんけど。まあ、警戒しねえな。やばいやばい、なんかすげえ文句ばっか言っちゃう。パンツ履いてるよな。
黒のブーメランパンツみたいな。もう怒られそう。彼方からの来訪者、トロフィーゲッチ。で、ほらセーブはいつ、おい、出たキャンプメニュー、いいねー。アイテム表、フェイズガンは多分途中でぶっ壊れるはずなんだよね。うん、確かに。まあだってこれ最強だもんな。バトルスキルってなんだ。そんなスキルがあるのね。優秀ね、フェイントとか早口。こういうのはどうなんだろうな。目、まあこれだろうな。もまあ魔法を捉えることは多分ないだろうから。なんだろうな。割り込む。ああ、飛ばしちゃった。剣術とかあるね、装備。ブルーツスラップ。ショートカットで開くことができる。はいはい。何もない。一応早期と購入特典で取れるやつがあったんですけど、じゃあ落とすの忘れてきてて、まだ取ってないっすね。よし、行こう。どこまで行くのがいいんだろう。アーリアル村か。いいところだな、じゃねえんだよ。おもろ。いいね、なんか、広大なフィールドっていうか、そんな感じするよね。ワールドマップはどうなってんだろう。アーリアへ、はい。こんな綺麗な空気を吸うのは久しぶりだな。綺麗な空気ってわかんの？空気に綺麗も汚いもあるんですか？はい、させん。うん、僕のいたところは汚かった。そうなんですか。大変なんですね。まあね。でも本当に気持ちいい。なくなりませんから。心置きなく吸って。ごめん、吸ってました。オートでいいの？クロードさん。私一旦家に帰ってきます。すみませんけど、こっちは自然だよ。少しの間散歩でもしていてもらえますか？なこと言う。うん、わかった、わかった。すぐ戻ってきますから。ここで俺置いてくの？なんかとんでもないことになっちゃったな。戻る手段を探さなきゃ。本当にまだか。まだ俺のターンは来ないのか。とりあえずこの村の人にいろいろ聞いてみようかな。よーし、わかった。ああ、ここ R じゃ、じゃあそんなことも知らんのか。知らんわ、知らんわ、言うてないわ。メロキニア知らないわ。ここは大陸南端の村アーリアよ。聞いてないわ。入れんのか？入れる。人ん家に勝手に神殿の教会だった。もうすぐ勇者様が現れるんだって。神父様は言ってたよ。俺か？俺は旅の方ですか？最近は街道沿いですら、魔物が多く出没するという噂です。このような時期に旅をなさるとはバカなんですか、あなたは。大変なことですね。あなたに神の行動がありますよ。あなた変わった格好をしてるわね。一体どこで買ったの？どこで店をする？ユニクロです。なんかねえのがこう探索してたら、もう中途半端な予習しかしてないからね。この上は？あるじゃん。マジカンパス。上がれない。アイテム大事だな。アイテムはおいおい取ってこう。全部お、これはなんかゼノギアスミを思い出すな。セーブポイント、セーブポイント触れてるときにバツボタンを押すと冒険の記録を行うことができます。記録のみおたぬけじゃ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 、おー、
ワールドマップではいつでもセーブが可能で、ワールドマップある。これはテンション上がるぜ。セーブするわ。はい、OK です。じゃ あ、 セーブをしたことなんで、ちょっと今日はここまでにして、あとはいろいろね、こうアイテムとかを拾いつつ、アイテムとかを拾いつつ装備する、拾いつつね、ちょっと回収していこうと思います。が、それはなんだ、勝手に動くの、それは紋章をすることか、なんだそれは、うるせえ。よし、じゃあまだこの星をね、旅していきましょう。ういー、バイバイ。かくるみの術なんか来た。